藤岡泉宝永2年9月15日は、江戸前期に活躍した彫刻師。泉神兵衛と通称され、泉団、浜団の創作者。大見国の人物。現那3年、大見安昧郡内保村に生まれ、幼名を、一松、長寺手神兵衛と称した。遺跡家主家について、彫刻を習い、修行の後に、ゆえに教日前彫刻師として活躍した。 小谷村上山田の泉神社造営に際し、神兵衛が行った社殿彫刻は、その妙義に対し容いに評判を得た結果、神社名から泉神兵衛と呼ばれるに至った。蓮、雲の彫刻を得意とし、中でも近くの寺の派水池を熱心に観察を、続け技を磨いた蓮の彫刻は、天下無敵と、称された。仏壇作りにおいては、軽仏壇や彦根仏壇と異なり、 金箔等は少なめに素材を大事にした。生地にヒノキを用い、大型で簡素、巻絵を多くして、狭間の彫刻には、ケヤキの素木を用いることを特色にした。泉神兵衛の仏壇は、泉団、浜団と呼ばれた。この後、子孫も、代々、藤岡泉を名乗り、毎年4月に行われる、長浜祭り引き山の細工のほとんどを代々で手がけた。ありがとうございます。